マレク・ジャジリは、チュニジア・ビゼレト出身の男子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス42位、ダブルス73位。ATP ツアーでの優勝は、まだない。身長185センチメートル。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2018年現在でチュニジアナンバーワンプレイヤー。2011年全米オープンで予選を通過し、グランドスラム初出場を果たす。1回戦でティーモ・デバッカーに勝利し、2回戦進出。2回戦で、世界ランク8位のマーディ・フィッシュに敗れた。2012年のクレムリンカップでは、ラジーブ・ラム、第3シードのビクトル・トロイツキ、ルカシュ・ロソルを破り、ベスト4進出。準決勝で、第2シードのアンドレアス・セッピに敗れた。2014年のドバイテニス選手権では500シリーズで、初めてベスト8に進出。準々決勝で第7シードのフィリップ・コール・シュライバーに、敗れた。2015年全豪オープンでは初めて、グランドスラム3回戦進出を果たす。3回戦で地元のニック・キリオスに敗れた。同年のウィンストン・セーラムオープンでは、ジョアン・ソーザ、第4シードのビクトル・トロイツキ、第15シードのティムラズ・ガバシュビリ、第6シードのトマス・ベルッシに勝利し、ツアーで2度目のベスト4進出を果たす。準決勝で第2シードのケビン・アンダーソンに敗れた。2016年10月3日付の世界ランキングで50位となり、32歳でトップ50入りを果たす。2017年全豪オープンでは2年ぶりに3回戦進出を果たす。3回戦でミーシャ・ズベレフに敗れた。2018年は5月のイスタンブールオープンで2回戦で第1シードのマリン・チリッチに勝利するなど勝ち進み、ATP ツアーで初の決勝進出を果たすも、決勝は同じくツアー初優勝がかかった、ダニエル太郎に6から7、4から6で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。